ちは、小池ちのもんです。今日紹介するのはですね、ジープ兄弟の末っ子にあたる、社名忘れちゃった。なんかね、飲み物の名前に近いんだよな。レモンに蜂蜜、水を入れるやつ？スポーツの合間に飲むといいやつ？レネゲードでした。というわけで改めまして、この車はですね、レネゲードの 4xe というですね、ジープブランドで初めての電動車両 PHEV 車両になってるんです。でもその前にレネゲードという車の特徴を見ていきましょう。まずはここ、ジープブランドの最初のモデルですけれども、このようにセブンスロットグリルや丸いヘッドライトというですね、ジープブランドの特徴が踏襲しています。そしてこの今回紹介するオフロードスペシャルのトレイルホークというグレードでは、ここボディ仮面を保護するスキッドプレートがついてるんです。このモデルはですね、フィアットのチンクエチェント X などと同型のフレームをベースとしてますので、 FF をベースにしたモデルなんですけれども、でもそこはやっぱりジープブランド、ここ注目。ノーズが長くなりがちな FF ですが、このようにアプローチアングルはしっかり確保してるんです。そして横、可愛らしいボディサイズで前後の高いものなので、一見ね、全体が可愛く見えちゃうんですけども、実はこのように遠目で引いてみると分かるんですが、しっかりとマッシブなフェンダーを前後に這わして、またボディ形状もですね、全体にごつくていかにもジープらしいんですよね。でこの 4xE での注目はここ、このリアシートのちょうど下の部分、ここにですね、バッテリー 11.4kWh のものを搭載しています。そして後ろ、リアから見てもですね、ごつい造形は継続してます。特に注目はここ、ガソリンの予備携行缶、ジェリ缶ですよね、ジェリ缶のこのバッテンマークを模したデザインのテールライトです。さらに注目はここ、牽引フックがこのようにしっかりむき出し配置されてるんです。かっこいい。ほらね、ちなみにこのモデルですね、フロントはマイルドハイブリッド機構になっているというふうに申し上げましたが、基本的にバッテリーの容量がある間はですね、この後輪のモーターのみで走ります。でそのバッテリー満充電で何キロ走れるか、48キロ走れるんです。通勤とかお買い物ならこれでこなせちゃいますよね。時は 1999X 年、俺はガソリンキャップの蓋はワンプッシュで開いた方がいいと思ってる。蓋と真剣、ファチャオ、開かない、どうやって開けるんだ。これは足元にあるのかな、あった、これだ。なぜかボタンを押してもすぐには開かず、準備ができてからこのように開く。ただしこの奥、ワンタッチで奥までノズルが入る。そしてこの車はこれだけじゃない、 PHEV だから給電口もある。安定だ。俺は給電口の蓋もワンプッシュで開いた方がいいと思ってる。蓋と真剣、ファチャオ。お前はすでに開いている、こっちは一発で開くんかい。というわけで、この大きさからわかるように、これは普通充電のノズルだ。200ボルトで充電する。ちなみに急速充電のノズルはない。ファチャオ。ちなみにこのモデルですね、このリアのモーターとバッテリーのみで最高時速130キロまでいけちゃいます。素晴らしい。ヘッドライトチェックします。テールライトチェックします。レネゲード 4xE で静かに舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラートライトがあるかですよね。あるのかな、ないのかな、あってほしいな。てで、お、てで、あ、ありました。あ、ライト付き、なんか可愛いね。100点です。さあ、じゃあ乗り込む前にシートを見てみましょう。
割と意外なほどですね、乗用車チックなシート造形になってます。このシートの表面には、これなんか幾何学的な模様かと思えば、これ多分等高線ですね、地形図が載ってます。ここら辺丹沢水系ですね。嘘です。シート座ります。いや、インテリアね、外観に負けず劣らずジープ系のごつい世界観を表してます。で、インパネを見る前に、ここほら、直線のエッジをですね、丸めてカットしてますけれども、複雑な線が絡み合ってごついイメージです。またここ、これ見てください。これほら、ライトとセブンスロット、ジープのモチーフなんです。さらにですね、このウィンドウ、前端からこのように下げて通すことでですね、いわゆるコマンドポジション、悪路を走破するときに自分の車が、そしてタイヤがですね、どんな地形を踏んでるかっていうのを、このように見下ろして分かりたいですよね。そういう見やすさを追求してウィンドウ加担を下げているんです。ではインテリア、まず注目はこのステアリングです。近年珍しく完全に円、正円に近いステアリングです。本革巻きでグリップ具合はかなりいいです。そして各種操作系が左右に散りばめられています。その奥、アナログとデジタルを融合したメーターです。さすがは PHEV、 このようにパワーボタンを入れてもエンジンはかかりません。わっと言ってるそばから今かかりました。この中央のモニター表示はこちらのスイッチで変更することが可能です。右はモーターのパワーの状態、そして左はですね、これタコメーターになってます。それぞれ逆回転で動くのが面白いです。さらに注目はここライトのスイッチ周りなんですが、ダイヤル式で操作がしやすく、またデザインも可愛いです。そしてインパネ全体見てみましょう。やはり全体にごつかわいい造形です。モニター見よ、この中央の画面ではこのようにナビはもちろん、エアコンの操作系のほか、ハイブリッドにするとですね、エンジン、バッテリー、モーターの使用状況が表されます。そして上、不思議な造形のエアコンの吹き出し口です。さあ、じゃあちょっとエンジン見てみましょう。こちらのレバーを引く、フロントに横置き搭載の4気筒エンジンはですね、 1.3 リッターになります。ターボ付きですよ。179馬力と270ニュートンのスペックを持ってます。なかなか。そしてこれに組み合わされるモーター、45馬力53ニュートンのスペックを持ってます。さらにこれにリアモーター、128馬力250ニュートンととっても強いんでした。前後のシステム総合出力は239馬力でした。ニミックって覚えてください。ニミック、言葉に意味はないです。このですね、広大なパネル、すごく硬いハードプラッカと思いきや、実はですね、硬めのソフトパッドっていう、ちょっと矛盾めいたですね、感じの素材が使われています。そして助手席の正面、頑強なグリップが備わっているんでした。またこのモニター下、エアコンの操作系はですね、このように物理ボタンになっています。表示がこちらに出ます。つまりモニターと物理ボタン両方で操作ができるというわけです。またハザードスイッチや、このモニターのオンオフ機構、オーディオのボリューム系の操作機構も備っています。そしてここ、この車のトランスミッションはですね、6速 AT です。前のエンジンに関してはこのようにですね、ストレートゲートが切ってありまして、このように操作をします。左に倒せばマニュアルセレクトも可能です。そしてこの奥、今時珍しいシガーライターが備わっています。さらに USB のポート、そしてこちらはですね、走行モードの切り替えになります。ハイブリッド、これはですね、その名の通りエンジンとモーターをですね、交互に使い分けるモード。さらに中央、エレクトリック、こちらに変えますと EV モード、つまりですね、モーター走行を優先させます。さらにその右、Eセーブというモード、こちらにしますと、なるべくバッテリーを温存して走るべく制御が行われます。
ただこの車ですね、こちらにバッテリーモニターがあるんですが、現在 1% になってますけれども、これ減ってきたら積極的に充電をしたいところなんですけれども、実はですねチャージモード的なものはありません。減ってきたらですね、200V の普通充電をかますということになります。この方式ってヨーロッパでは意外に少なくない方式なんです。そしてさらにここ走行モードの切り替えがあります。こちらのダイヤルで行います。ここを見てください。今オートの状態から 4xE 専用のスポーツのモード、さらにスノー、そしてサンドマット、さらには今回紹介しているトレイルホーク専用のロックというモードがあります。内装のデザインいろいろ凝ってまして、例えばこのワイパーレバー、普通の造形ではなくこのようにですね専用のごつい樽のような形状の造形になってるんです。ほら握りがワイルド、あまりにも太くてボリューミーな造形なので、私なんかですねついつい思わず、ほらこのようにキムタクのハンバーガー握りスタイルで持ちたくなっちゃいます。シフトの後方にはドリンクホルダー、アームレストが備わってまして、中にはもちろん小物入れ。ちなみにこのモデルはですね基本的には後輪の 2WD 走行なんですけれども、実はこちらでですねスノー以上を選択すると自動的に 4WD ロックという機構が働いて四輪が駆動するようになります。あれでもちょっと待って、バッテリーがなくなっちゃったらリアのモーターが動かないから 4WD ロックにしたって四駆にならないんじゃないのって思いません？いや実はですねそこは考えてあるんです。もしバッテリーがなくなってリア駆動ができなくなってもですね、フロントにある ISG モーター、こちらがですね発電しながらすぐさまリアにですね電気を送ることによってですね四駆機能は生かされることになってるんです。どんな状況であってもガソリンさえあればね。シャキーン、リアシートの硬さを赤身トロ中トロ大トロで確認、冷凍マグロチェック。お、固め赤身でした。改めましてリアシート座ります。身長173センチの私がフロントシートをセットした状態で、頭上は広い、足元そうそこそこです。そしてですねこのシートなんですけれども、6対4分割をしまして、このようにここに倒れます。そしてこのシート中央はですね紐を引けばアームレストになります。ドリンクホルダーもあります。やったね。そしてここセンター中央に USB ポートが1個あります。さらにドアの内張り、ほらここにもですねジープマークが隠れておりました。さらに斜めにスラッシュカットされたドリンクホルダーです。ラゲッジチェックします。かなり軽く開きますよ。でここに入っているのはですね、これはすいません、私がですね3日未満履き続けたグンゼのトランクスが入ってますのは嘘で、これはですねほら 200V の普通充電のケーブルです。中はスクエアで使いやすい空間になってます。この下はですねこのトレイルホークはたでーん珍しいスペアタイヤが入ってるんです。荷室には2×フック金属のものも含めて多数がセットされてます。そして荷室拡大のためにはですねシートを倒します。シートのスイッチを操作すれば一発でいけます。でねこの荷室広いんですけど、ちょっと私がね思ってるところがあって、この倒した跡がですねここが段差があるんですよね。こうした5ドアハッチバックのモデル等ですと、私はですね車中泊はまあしないまでも仮眠を取りたいなって思うことがあるんです。そういう時にですねここに段差があるとですね私のあの天使の寝顔が出なくなっちゃうんです。うーんってなっちゃいます。なので寝るときにはここに何かマットとか置いた方がいいですよね。おはようございます。今朝5時です。完全にロケ都合ですが早朝に出発します。
早朝出発はやっぱりこのほぼ EV でウロンサイレントに走れるのはありがたいです。じゃあここから普通に喋ります。いや、やっぱりね、静かに出発できるので早朝出発でもありがたいです。 PHEV はで、この車ですね、 1.3 リッターの直四ターボに ISG を搭載したものがフロントに、そしてリアにですね強力なモーターが搭載してるんですけれども、バッテリー残量がですねあるうちは完全にリアのモーターのみで走ります。完全にじゃないですね、ほぼほぼリアのモーターのみで走ります。バッテリーがある状態でも強く踏み込むとフロントも駆動に加わります。またスリップしやすいような場面、つまり四駆が必要な場面でもフロントのモーターが駆動に加わります。さあ、今都合により早朝5時台にですね首都高速を走っております。で、ポイントはですね、この車基本的にですねハイブリッドモードに入れていてもエレクトリックモードに入れていてもですね、バッテリー残量があるうちは基本的にモーターで走ります。基本的にといったのはですね、例えば全開走行で手助けが必要な時、またはですねスリップしやすいような路面でですね四駆であることが重要な時にはですね、フロントのエンジン&モーター ISG がですね駆動して四駆になります。それ以外の場面ではですね極力モーターのみで走るような設定になってます。ですから今朝なんかですね早朝に住宅街を出発したんですけれども、モーターのみで走ることができますのでとっても静かです。たったエンジンがですね完全に温まるまではですね 100% モーター駆動とはいかないようで、ある程度温まった後にですねエンジンがオフりますという状況です。今現状はですね首都高を流れに沿って走ってるんですけれども、タコメーターを見れば分かるようにエンジン回転数はゼロ、そしてパワー繊維系のみが動いているっていうような状況です。で、このモデルリアモーターだけでも128馬力250ニュートンのスペックを持ってますので、走行にね全然ね余裕があります。こういった一定速走行よりもですね加減速のあるところの方がモーターの威力を発揮できるんですが、それでもですねこの領域からちょっと踏んでみますね。一定速からの加速でもこのようにグッと車体を押し出してくれます。で、エンジンが始動しないことで特にですねこの耳がですね車の騒音とかに集中できちゃう状況なんですけれども、この車は静か、本当に静か。遮音性能かなり頑張ってると思います。今私の声がですねすごくクリアに聞こえてるんじゃないでしょうか、このマイクを通しても。さあ、これちょっとモードをちょっと変えてみましょう。スポーツにした状態で踏んでみる。あ、さっきよりもこの踏み出し加速、勢い強くなった。あ、素晴らしいね。あ、これは気持ちいいね。これはいかにもスポーツです。これでもね本当にエンジンマジで全然かかんないですね。中央のモニターの、パワー線域を見ていても全然踏み込んでもエンジンはかかりません。すごいな、マジで EV だな。これはどこまで EV で走らせてくれるんでしょうか。ちょっと強く踏んでみます。かかんない。ほう、床まで踏んでるんですけどかかりません。走行モードをオートに戻して、そっか、エレクトリックだからかかんないんだ。多分ハイブリッドにしました。ハイブリッドパターンでモードで踏みます、床まで。あ、今かかりました。おー、早い。いいね。あ、レネゲードいいね。このなんかすばしこそうな外観に合わせた加速をハイブリッドモードで、エンジンとモーターの出力、これシステム出力が236馬力もあるんですが、236馬力を発揮するとこれはね明確に速いスポーツモデルです。ちなみにこの車ステアリングフィールはですね
低速からこの今高速に入ってもですね軽やかなんですよね。でこれは軽くて嫌な感じ、軽くて手応えがないって感じじゃなくて軽やかです、そういう設定にしてるんだと思います。例えば車線変更でもほら、車線変更に必要なステアリングの力自体は軽いんですが、車体の方はですねしっかり安定して動いてくれます。非常にですね背が高いモデルなんですが、不自然にぐらついたりするようなことはありません。これトランスミッションはですね6速のトルコン AT です。レネゲードの通常のガソリンモデルで FF とかだと6速はですね DCT になるんですけれども、こちらのトルコンはいつ変速したのか分からないぐらい自然にギアを変えてってくれます。いやー、しかし高速走行も余裕なんですが、いやそれはねそれもそのはずで、実はですねこのリアのモーターのみでの EV 走行、この車時速130キロまではここで対応するんです。ですから日本の高速道路の範囲内であれば全て EV で走れるっていうわけなんです。それは余裕のはずです。またこれ雪道や泥道なんかで有効な力強い四駆システムを持ってるんですけれども、これ電池が切れちゃったらどうなるのと思いません？私も思いました。でも大丈夫なんです。これですね、もし電池が切れてでもですねリアの駆動力が必要、つまり四駆が必要な場合にはですねフロントの ISG モーターで発電したものを即でですねリアの方に電力を送ってリアの駆動ができるようにします。ですから緊急用途としての四駆性能というのはいつでも担保されるんです。なおですね1個難点があるとしたら、この PHEV はですねこのシステムはですね走行モードにチャージモードというものがありません。E セーブモードというものがあってバッテリーを抑えて走る走行モードはあるんですが、積極的にですね常時エンジンを焚いてですねバッテリーに充電していくっていうようなモードがないんです。ですから長距離走行なんかでですねバッテリーを使い切ってしまうと、その後はハイブリッドモードに移行します。バッテリーをですね再充電するには 200V のケーブルをつないで普通充電をする必要があります。もちろんね、ただアクセルからこのように足を離して減速した際にはですねしっかりモーターから回生してバッテリーに貯めてきますので、徐々にではありますけれども、そういった形ではバッテリーは増えていきますけれども、積極的にガンガン貯めていくモードがないっていう話です。この車にはまだまだいいところがありますよ。題しましてそれホームランポイント。小さくても走り性能は本格派。なんとこれ革とか性能ですね。水深50センチまで大きくなんです。助手席の座面、こちらのタブを引くと荷物収納スペースがあるんでした。最低地上高めちゃめちゃ高くて210ミリ。ステアリングにはクルーズコントロールがありますが、実はこのトレイルホークではですね単純なクルーズコントロールで ACC はありません。リミテッドにしか装備されてないんです。アウト。いろんなところに隠しイラストとか隠し彫刻がありまして、例えばここほらハッチの裏面にもジープのマークだけかと思いきや、この上ここにはほら山岳地帯を旅する旅人の絵が描かれてます。なかなか凝ってるね。いやそれにしてもね、レネゲードのこの 4xEレネゲードが出た時、 FF と四駆モデルが出た時、ガソリンのジープでこんなにちっちゃい車が実現するんだって驚いたんですが、この 4xE が出た時にはですねついにジープも電動車になったかと驚きましたけれども、実はこのポップな外観と先進的なこの PHEV のシステム、ジープというブランドとの相性非常に良かったです。個性がですねさらに上乗せされた感じでした。大変美味でした。ごちそうさまでした。